お疲れ様でございます。エクシアというね会社があって、800数十億円のお金を集めた挙句華麗に飛んだということだったんですけども、今回ねその概要をノクさんの方が挙げていただきました。ノクさんの方から挙げていただいた動画も合わせてなんですけども、私の方もねこのエクシアについてはセールスを依頼されていた時期があるんですよ。もちろんエクシアという会社が私にというよりも、エクシアの会員になった人、社員権を持った人が久保さんの発信でどうですかと、これでみんなに儲けてもらいましょうってことだったんですけども、これはどうやってお金が増えてるの、どういう原資で回ってるのかなってことを聞いても誰も答えられなかったんですよね。その割には派手なパーティーが結構あったりとかね、私のかなり身近な塾生とかも何人か参加していって、で速稼塾の他のメンバーにもねやってもらいたいというふうに言われていたんですけども、まあ私は応じなかったわけなんですよ。で結局投資家から集めたお金850億円、これをエクシアが返さないとかね、払い出しに応じないっていうことだったんですけども、私はいつもこういう時にね、投資家っていう言葉を報じることにすごく違和感があります。投資家はこんなところに投資しないだろうと思うわけですよ。でエクシアっていう会社が利益を出す仕組みってのがどうやっても見えてこないんですよ。何かを売っているのかなと思ったら売ってもいないし、じゃあシンガポールの法人にお金を送金してどうこうしてるのかなと思ったら、シンガポールに送金しているその形跡もないんですよ。これは途中でなんですけども、私がそのエクシアって話を聞いて1年ぐらいした時かな、半年ぐらいだったかな、ちょっとはっきりは忘れたんですけども、そんなに長いことではなかったと思います。みずほ銀行との取引がこのあるということでね、エクシアはみずほ銀行にお金を集めてる、そしてみずほ銀行からインドネシアの銀行に送金してるということだったんですけども、ここに送金の実績がないわけですよ。まああったとしても非常に少ない金額だったんで、とてもね数億円数十億円ってものが回ってるとは思えないということで、あここは別にそのシンガポールの会社にお金を送金して何かをしてるわけではないんだなと私は判断したわけですよ。ただそれを人に話したところで確たる証拠もないですし、会ったところで出すわけにもいかないですしね、ただ私がここには参加しないよということを繰り返し表明することによって分かってもらおうかなと思ったんですけども、逆に中にはね、あの速稼塾の久保さんよりも自分は投資に見る目があるんだというふうな気持ちになったりした人もいて、しかもそれをね、ああもう速稼塾の久保さんの時代終わったよと、これからはこういう力のある会社にぶら下がっていく時代なんだっていうふうに会員を集めていた例もあってね、いや今に痛い目見るんじゃないかなと思ってたんですけども、やっぱり痛い目を見ていたのかなと思います。あの結局ね、あの人間関係も壊すわけなんですよ。でそうなるとこういったところでいろいろとやり取りしていた方ね、もう合わせる顔がなくなるでしょうね。エクシアのことを私に紹介してくださった方ね、私はガンとして応じなかったんですけども、パーティーにすら行かなかったんですけども、ただ今はねパーティーぐらい行っておけばよかったかなと思います。ただ私に誘ってくれた方全員が私との関係をもうね持てなくなりましたね。私としては別にエクシアダメだったんでもう一回頑張りますっていうふうに戻ってきてくれれば全然問題ないなと思ってたんですけども、まあね向こうの方でねもう合わせる顔がないでしょうね。うん、それこそエクシアに参加しない私にセンスがないとまで思っていたというふうに聞いてますしね。まああのこの破綻の兆しが明らかになったのはもう随分前なんですけども、訴訟問題にも発展して、訴訟したからといってでも返すお金はもう持ってないですよね。でこの会社のナンバー2と言われてる人の話も聞いたんですけども、まああの社長が何を考えてるのか私もわからないということで、まあ、どんな組織だったんだよってことですよね。そういう形ですから当然単なる契約した会員にも事情がわかるわけもなく、ただ浮かれていたっていうところのいい例だったんじゃないかなと思います。でここからね 0xLSD ですよ。こちらの方も私プロモーションかなり受けました。でも私がさあ参加しようかなと思ったその前日にここも出勤が停止になったんですよね。私熱烈に
紹介してくださった方かなりいました。その中で私にかなりね重要な投資の情報とかビジネスの情報を届けてくれた方からの誘いがあり、まあ儲かる儲かんないに関係なくこの人の誘いには乗っておこうかなというふうな気持ちもあったんで、しかるべき通貨に換金したわけですけども、その換金に手間がかかったおかげで私は 0xLSD に参加することはありませんでした。もちろん私がこの案件に参加するということを表明もしてませんでしたので、私からこの案件の被害者が生まれることもなかったわけです。そういった意味で言うと運も良かったし、私は自分なりにセンスが良かったなと思ってますね。でこの 0xLSD は実は中国マーケットにおいてその破綻の影響が顕著なんですよね。でこういったことも多分日本でこの0xLSD に参加した方ご存じないと思います。つまり情報が少ないんですよ。情報が足りない、判断が少ない中で決断をして100万単位のお金を払ってしまうというね、まさにそういうところを見てもあこれダメだなと思いました。要するに投資にセンスのある人が参加するんじゃなくて、投資で儲けたことがない人がここに参加しちゃったっていうのがその真実の姿だと思います。で多くの情報が 0xLSD のステーキングが詐欺の可能性が高いというふうに警告はしていたんですけども、ただもうね稼ぎに焦る人っていうのはそういうのを聞く耳持たなかったですよね。で出金停止の影響はさらなる疑念を呼んでいるということになります。で現状なんですけども、2024年の2月13日から出金が停止して、利用者っていうのは次のステップについてかなり行き詰まって困惑してるってことですよね。私思うんですけども、自力で稼ぐことが第一なんですよ。その上で作った余剰資金をあやふやな情報に投資するっていう順番なら再起不能になることはありません。しかしね、稼ぎもしない人が他力本願でお金をこういうところに投げてしまえば、それは戻ってこなければね行き詰まりますよね。そういったことを考えた時に、私はもっともっとね何を見極めるべきなのかってことを私なりに発信していかないといけないなという新しい義務感に駆られるわけなんですよ。皆さんはどのように思ったですかね。はい、エクシアご用心、 0xLSD ご用心。これはね、会社を変え品を変えながら今日もあなたの身近に迫ってきてると思いますよ。それでは十数年この世界で生き延び、これからも生き延びていくであろう速稼塾の私久保哲郎がお届けしました。また。